YouTube アイムです。今回はオカルト世帯の The Sims 4をプレイしていきたいなと思います。ん？オカルト世代じゃなくて、オカルト世帯。あれ世代って言って、まあいいや。そういう感じでやっていきたいと思います。どういう感じだよって。ですね、ただいまですね、子供もいないのに、サリーはですね、子供掲示板見てるとこなんですけど、まあ楽しさ上がればいいかな、的な。すごい退屈してるよね。なんで？インターネットで、ああ、なるほど。じゃあ、ヴァンパイアの情報を、それでも検索していきたいと思います。もうすぐでですね、グレーターヴァンパイアに行くので、とりあえずですね、こう、上げていきたいんですよね。で、マッドにはですね、魔法をどんどん練習していっていただきたいなって思ってて、で、それプラスですね、ちょっと、あれ、マッドはいつお休みなんですかね、お仕事。仕事いつ休みなの？あー、なるほど。次が休みって感じですね。そのまま続けて、魔法を練習していただきましょう。ですね。いいぞ。で、サリーちゃんは、お、もうすぐでも上がりそうですね。お？もうちょっとで上がるぞ。頑張れ、サリー。頑張れ、サリー。あともうちょっとで上がった。最高。おー、どうしようかな。いや、ここを取るんですけど、スピリット操作。命そのものすら探るパワーを手に入れましょう。すごいじゃん。スピリットを奪われたシムは害のあるヴァンパイアパワーに影響されやすくなる。サリーは愛する人を守ることができる。すごい。なんかよくわかんないですけど。これを取得したいと思います。で、そう、弱点も選ばないといけないんですよね。飲み干しベタでいいかな。うん。これでいこう。いや、まあ、人間をね、やっぱ傷つけたくないので、サリーちゃんは。サリーちゃんは人をなるべく傷つけたくない方法で満たしていきたい子なので、やっぱ飲み干しベタでいいや。次が、マスターヴァンパイア。マスターヴァンパイア。で、その次がグランドなんだ。頑張っていきましょい。なんかですね、コンピューターではもうできる限りのことは、検索したから本を読んで、こう、あれしてけ、みたいな感じっぽいですね。で、マッドはずーっと、杖欲しいな、杖。杖、ただでどうやって、なんかいいやつ、どうやって手に入れるんですかね。売ってるのなんかヘボいから、ヘボくないのが欲しいんですけど、とりあえず、どんどん上げてこう。お !6 時から2時の間。フードとドリンク無料配布。おー。ん？待って、サリーちゃんは。自分でブラッドパックを作るにはカエルが良い素材。どうやって作るの？ブラッドパックの作り方を学びました。魚とカエルからブラッドパックを作る方法。すごい。で、魚、釣り。この辺にさ、多分カエルいたりするんですよね。あ、マット新しい魔法見つけたって。何見つけたの？ジップザップー！電気エネルギーを探って体操に、電撃を与える。ペーみたいな。了解。うん。マットは現在のランクのあらゆる、ダメじゃん。これ上がってってるじゃん。薬を飲む？何？欲求まみれの薬ね。そういえばなんか作りましたね。最初の頃に。
うん。If you have a car! とりあえず、どんどん。上げてこ。で、うちのサリーちゃん、あ、仕事休みですね、今日。なるほど。じゃあ、ずーっとこうね、ヴァンパイアスキル上げていこうかな。待って。どこで見るんだっけ？あれ、ヴァンパイアスキルを覚えるところはどこだっけな。お、レベル5になった。ニンニク飾りを作って、ヴァンパイアを追い払うことができる。すごいじゃん。ニンニクの首飾り作れるようになりました。でも、ヴァンパイアだからさ、追い返したところですよね。ちょっと待って、自分のヴァンパイアのとこどうやって見るんだっけ、ここだ。スカリーは能力のある、ヴァンパイア、あ、ヴァンパイアにできる。あ、人をヴァンパイアにすることができるようになったっぽいですね。なんか、また、バグってるけど。え、またバグってるよってて。なんで？もう。マット仕事、仕事2時間後だな。ちょっとやばいな。ちょっと一旦ですね。眠りについていただいて、サリーちゃんは外にですね、仕事じゃない。出かけようか。バーに行く？来ました。いやね、手元がバグったらですね、なんか適当にこの辺どっか行ったら、なんだい？手元のバグが治るっていうことを言いたかったんだ。バーテンダーよ。この人あれじゃない？多分魔法使いですね、この人。バーテンダーよ、私のお気に入りのドリンク。ドリンクって何？ドリンクをお願い。あ、作ってくれない？そうそう。ブランジュポニオ？なんか、頼んだぞ。イェーイ。え、なんかどっか行っちゃった。ちゃった。飲み物作ってよ。いいわ、もう。帰ろ。ちょっと待って。そうだ。ん？ポッターマットにコントロール切り替える交渉。仕事に行ってほしいんですよね。開始まで59分だって。なんだよ。いや、なんか仕事行ってくれないのかなと思って、こっち来たんですけど。二人連れてきて、速攻来れるっていう凄さ。カエル、深いすぎて、カエル探してくれない。でさ、サリーちゃん、傘多分ね、選んでなかったんですよね。真っ赤っかにしようと。深いすぎて。カエル、夜カエル探し行きますか。夜にカエル探し。闇の瞑想。いやーん。闇の瞑想入ります。じゃあ、サリーちゃんには寝ていただきましょう。来ました。おやすみなさい。いやーん。乾きましたね。ああ、ちょっと待って。スパイスフェスティバルは行きたいですね。ちょっと洗濯物取ってしまって、スパイスフェスティバルに行こうかなって思いまーす。来ましたね。さあ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 。撮っていただいて。いや、ブラッドが欲しいんだって。まだ5時は太陽が出てる感じなんですかね。待って。じゃあ、行きまーす。やってきましたー。いいですね。はい、いいですね。ちょっと全体的にね、ランチパックに詰めて、そんで、家帰る。あ、コーディネート作家に昇進しました。最高。あれ、ちょっとみんなが、あれで。めっちゃ来るやん、みんな。めっちゃ食べてるやん。土俗品に入れてく。レーザー？
ええぞ。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 よし。ここにある葉っぱも全部すべて収穫してマットに持ってってあげよう。使うかもしれないから。ガーデニングスキル取得しました。まあ、マットを本当は連れてきたいんですけど、マット今いないので、まあ仕事から帰ってきたんですけど、うん、この辺にカエル取れるとこないかな。この辺にさ、カエル取れるとこないかなって思ったんですけど、考えたら都会だからそんなの置いてないんですよね。ねえですわ。うん。マンホールが、湯気出てる。海外2のあるね。待って。一番簡単なやり方は、ポッターマットにコントロールを切り替える。よし。そして、サリーを連れてくる。はい、出てきました。サリーちゃん、マットのためにランチパックを用意したので。いいじゃないの。で、ついでにですね、こうマットにこう全部渡してって、セージとかイチゴとか、こういったものは、こういう感じでいいでねでしょうか。サリーちゃんには休眠していただいて、マッドは、ちょっと待ってね。マットはですね、ちょっとやることがありまして、出かけます。ですね。魔法の世界に行っていただいて、ここですね。魔法の国に今から行きたいと思います。飛んでくるんじゃないかな？多分。飛んでこないの？飛んでこないんかーいって。あ、来た。そういう感じで来た。おぉ！あともうちょっとでね、レベル上がるよ。ポータルに入る。やってきました。ちょっとですね、魔法の書を探していこうかなと思います。あ、なんか持ってるんだな。来ました、マット。あとちょっとで上がるんですよね。僕は魔法使い。マット。なかったっぽいですね。僕は魔法使い。マット。いつなんだろう？いつ探し当てる？早く冷やしよう。歩き方クセ強め。早くしよう。お、マット書物見つけた。高ランクの魔法使いの書。そんなランクの高いのいいの？じゃあ魔法の書学んでいきましょう。なんかもうすぐでレベル上がるんですよね。すごいですね。もう、占領しちゃってるよ、ほぼ。もう、ひなほど。あー、魔法使いランクが低すぎるんだ。しまうしまう。あ、待って、そういうしまうじゃなくて、こういうしまうね。念のため。どうしようかな。じゃあ、もうすぐで、魔法、スキル、魔法じゃない、魔法使いのレベルが上がるので、ちょっと上げていきましょうか。頑張れ！頑張れ！ね、なんか、ランクが上がらないと新しいの覚えてくれないっぽいですね。ほら、あとちょっと、あ、上がった！やったー！上がりましたー。取ってなかったんかな？ランクのやつ。あ、これだ。次、これですね。チャージが増加するだって。まあ、これでいきましょう。いいですね。最高。あ、すごい。あなたの魔法の腕は注目を集め始めてるって。新
魔法使い、毎日役に立つ品を詰め合わせた魔法のお助けパッケージが送られるんだって。郵便物に。最高じゃないかい。帰ろ。もう帰るよ。やってまいりました。ま、さあカエルを探しましょう。もう夜だから大丈夫でしょ。もうどうしてもアイムはあのカエルと魚を釣って、あのブラッドパックを作りたい。だって50って結構でかいよ。50シムシリオンは結構痛い。カエルを求めて走ってます。カエルを求めて走ってます。サリーです。来ましたと。ただいまカエル探してまーす。やったね。え、もうないんだけど、そういう消え方すんの？ちょっと待ってね。ブラッドバッグ作れる！作れたー！飲むー！いいですね。チューチューしてまーす。いいね。あ、すっきり。釣りしたいなと思います。やっぱね、魚からもブラッドパックが取れるので釣りしようかなと思って、とぼとぼと歩いてきました。サリーです。釣りスキルを取得しましたと。よいしょ。選択しないといけないしね。待って。いつの間にか金魚釣ってる。いつの間に金魚釣ったの？ブラッドパック作ろう。最高。食料はね、もうあの、魚とカエルでやっていこうかなと思います。とね、洗濯をしてほしいので、一旦帰ってきてもらいましょう。帰ってきましたね。あは。洗って。なんかまた手元バグってますね。まあ、いっか。うん、問題ない。いいな？エプサ？洗っていただいて。あららららららら。はい、今回はですね、キリがいいので、ここまでにしたいなと思います。次回をお楽しみに。この動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いいたします。じゃ、またねー。バイバーイ。